すみません。はい、こんばんは。今日、元気ですかはい、元気です。えっと、えー、前にインスタで面白いことを見た、今、おしまさんの子供たちも柔道始まったそうです。あ、そうです。柔道始めました。子供たち、今何歳えっと、3歳と4か月たつと思います。たぶん、おしまさんも3歳から柔道を始まったじゃないですか。 そうですね、私も3歳から始めました。えー、お母さんと同じ、面白いですね。そうですね、えー、まだ子供たちは週に1回だけなんですけど、えー、私<は> <laughs> あの親が柔道教室やってたので、結構週3日ぐらいやってました。<laughs> <laughs> すごいですね <laughs>、はいえー。子供たち、柔道のこと楽しいと思いますかあ、あの、楽しいと思います。なんか終わってからお菓子がもらえるので。 それですごく喜んでます。可愛い,いですね。もう本当にジュロの家族ですね。<laughs> そうですね。ジュこれからも続けてくれると嬉しいんですけど。<laughs> 面白い。そして、えっと、多分みんな分かるけどおしまさん、一番、今年、えっと、最初の試合で、ジュール36で、<laughs> えー、姫メ選手と試合しました。はい。そう この試合のことちょっと相談していいですかあはい、大丈夫です。えっと、ちょっと、えー、試合の前にコロナがあったそうじゃないですかああ、そうですね。試合の3週間前にコロナ,コロナにかかってしまって、うん、<laughs> そこから10日間ぐらい、はい、ずっと家にいました。練習できた練習できましたか その時はできなかったんですけど、うん、コロナ治ってからはあのいつも通り追い込んでやれたのでまあ足りなかったっていう気はしなかったんですけどはいでも今もう大丈夫ですかはい大丈夫で,でもコロナ治ったばっかりの時はなんか後遺症かわからないんですけどなんかすぐなんかたが絡む感じで。 やっぱりなんかこう咳するとあの周りからすごい <laughs> あの視線感じるのでなかなか単を取れず <laughs> そのままで練習したりトレーニングしたりしてましたえ、ね。今,でも今もうなした今はもう大丈夫です。よかったですよかったです。っで,すはい、でも、えー、と私は試合見た時に、えー、とお島さん試合始まったらすぐ前に行った。 とちょっとそれは、さんの戦略ですかいや、だいたい私から距離取るんですけど、あの、うん、なんか周り、あ、周りあの姫選手が明らかにあの自分との間合いを取って、回り始めたんで、うん、あ、こういうやり方かって思っちゃって、<laughs> 私の中で。うん、でもやっぱりあの距離じゃ戦えなかったので。うん 行くしかないのかなと思って行ったら打撃もらっちゃいました。そうですね、うん。なるほど。と、えっと、姫さん、背が高いから問題がありましたか、はい、ちょっと姫さん、背が高くてカウンターパンチはみたいだから難しかったですか <laughs> そうですね。あのー、まあ、あお互い、大層同士で向き合う状態なので、やっぱりどうしてもその、 手足の長さだったりもそうなんですけどもともと姫選手がその、まあ、バスケバスケをバックボーンにやられてたみたいで運動神経の良さがなんかこう瞬発的なあのもう本当に速さとかにやっぱりついていけなかったんですよね私も。なんでやっぱたくさん打撃ももらっちゃったしうーん。 まあそうですね、ただ単に多分私の方が姫選手よりもちょっと弱かったのかなとは思います。えっと、パンチが強かったとか、えっと、押島選手のバランスはちょっと、うん、なか,なかったどちらですかそうですね、パンチは確かにあの、やっぱり上の階級から落としてきてるので、最初の方にもらった打撃で、だいぶ私もなんかちょっと。 結構くらってきてたんですよね。くらってきてて、あんまり試合の途中とか覚えてないんですよね。本当に、はい。<laughs> ただなんかこう相手がこう離れてるからくっつかなきゃっていうのだけ覚えてるんですけど、本当にもう最初にもらった打撃で結構来ちゃったので、やっぱり上の階級とかになるとあのー、打撃はかなり来る来るっていうかあのー、頭に はい、強く残っちゃうんだなとは思いましたね。なるほど。アンバーもちょ、もうちょっとあるじゃないですか。何ですかラウンド2にちょっとアンバーのチャンスがありましたじゃないああ、そうですね。でも持ち上げられちゃいました。カナダこと。でも、押島選手、とても早いと思,と思いました、えっと。寝技始まったらすぐ手に行きますね。はい でもあの時も本当に覚えてなくて<ー>の場面をもうどこからどうやってそうやっていったのかとかも全然覚えてなくて, <laughs> れなこ,てなこれはおさえっとそのなんかこう試合終わってからそのグラップリングのこととかアドバイスもらったりしたんですけどまずその展開になった かなとか <laughs> もうほと,ほとんど覚えてなくてただ本当に多分自然に練習の流れで10時に取りいった本えっとあの本当に覚えてないので周りからそのグラ10時のところとかアドバイスもらったりしたんですけどなんか自分がどこからそういう形に入ったのかとか全く覚えてなくてでも本当に練習であのたくさんやってたのでもう自然に。 体で出ちゃったのかなと思ってて。うん、でも、えっ、ー、と、そうですね。今日私は t w にもう e r にもし一押島選手に質問があると聞いて、と、お島、はい、さんのファンは、今選手とリベンジマッチをしたいですかって聞きました。<laughs> リベンジマッチですかはい、そうです。今のままだと また同じパターンで負けてしまうと思うんですよね。ですし、なんで、リベンジはまたしたいんですけど、ちょっとすぐはできないかなとは自分で思ってます。はい。はい、よくわそうですね。面白い。えっと、この試合、ちょっと、えっと、前に押島選手、パ、はい、ーク選手に負けたとき、後で、はい よく自分の練習とか、えー、いろんなことを考えたって言いましたね。はい。そうですね。そうですね。はい。ただちょっとあの私の私生活でやっぱり子どもがあの予定が変わったりして、ちょっと今自分の予定を今うまく組み直しているところなんですけど、4月からちょっと子どもが幼稚園に入園するので。 またそれで予定が変わっちゃうんじゃないかなとか思って今試行錯誤してるところなんですけどでもあの前よりかは変化をつけてこの練習トレーニングに励もうとしてますね予定では、うん、今一緒子供若い時よく生活変わってるねえ <laughs> <laughs> もうっ、ね、<laughs> えー、と押島さん押島選手は最近1週間に 何回ぐらい練習してますかそうですね。うんー結構、言ってるところがバラバラなので。うん、あれなんですけど、まあ、打撃を週2回、で、グラップリングも週2回、で、まあ、総合の練習を週1回,った1回やったりとかですかね。はい。うん、そして、 そうです。そして時々夜に練習してますか。そうですできるだけやっぱり夜にならないように、やっぱりそうですね。子供が一番大変な時間なので夜は、できるだけ夜にならないようにお昼練習できる場所を探したりとか、まあ <laughs> 子供が幼稚園行って帰ってくるまでの時間で、はい、できるところを見つけてできるやってます。でもやっぱり総合の練習。 APC の練習はどうしても夜なので、そ,でね、その時は旦那に任せて行ったりしてますね。そ,うですねそして、もう次の試合にタイトルマッチがありますね。はいはい、と、同じディープ・ジョーズ36のイベントに、須田選手勝ちましたと試合の後で。 えっと、おシマ選手と試合したいと言いました。おシマさん、どうと思いますか、このこと。<laughs> そうですね、でも、なんだろうやっぱりあのやりたいって言ってくれる選手がいるのは、やっぱり嬉しいことで、結局、うん、あのたくさん選手いるんですけどあの、誰もやりたがらない選手もたくさんいて、うん、試合が組めない人もいるので。 やっぱり私は恵まれている方なのかなとは思いますね。はい。ね、この人、オシマ選手と試合したいって言ったから、モチベーションがありますか <laughs> そうですね。私もやっぱり、あの、彼女もあると思うんですけど、私もやっぱりベルトを防衛しなきゃいけないので、<laughs> はいそ。そのために今、頑張ってますえ。須田選手、どんな選手と思いますかどうと思いますか、えっと まあ、グラップラーだなぁとは思ってたんですけどその前,前回の試合,で試合の時はまさかあの次であの菅選手とやると思っていなかったので本当になんとなく見てた感じではやっぱりなんかこう打撃がすごくあの変化が見えてあす,すごいな練習してるんだろうなというのは感じてましたね。はい 多分、須田選手のお父さんは昔の格闘家と思います。あ、そうです。今も試合に出られたりしてますよね。そうそう。と、この、はい、人多分、須田選手のジムの部長じゃないですかあ、そうです。多分、あの、お父さんと娘で。うん、はい、ね。と、えっと、須田選手は呪術のイメージがあると思いますね。 そしてこの試合はちょっと呪術対柔道じゃないですか <laughs> そうですねやっぱり最初の頃は柔術って聞いただけでやっぱり寝技に行けなかったんですけど今はあの柔術の選手ともあのたくさん練習させてもらってるのでなんか怖さっていうのはやっぱりなくてはい挑めますねはいもう時々 えっと寝技選手と試合するとき、ちょっとキックボックシングの試合になりますね、ちょっと <laughs>。相手がその打撃ができないって <laughs> 思ってるから、なんだろうやっぱり打撃があんまり得意じゃない人だったら自分の打撃を試せたりとかするんだと思います。私もちょっとそう <laughs> 考えたりもするんですけど、<laughs> でも打撃で倒そうとは思って ないいっていうか一応打撃練習してるんですミットもあの明太ジムに行ってああのー、まあ、倒すパンチも練習してるんですけど最終的にはやっぱり寝技でやっぱり寝技同士なのでやっぱりなんだろうみんなが望んでるのはそ,それかなって思ってどっちがグラップリングどっちの寝技が強いのかっていうのを多分周りは見てるかなとは思うのでそこで証明できたらなと思いますね。<laughs> はい、えおシマ選手のセカンドは最近時々レナがいるからレナとストライキングのこと練習してますかレナさんとはなんかあんまり私も ACC にそんなに行ってないので,そうですかレナさんとはそんなにやってないですね。はい、ああそうですか。セカンドから練習してるかなと考えたけど <laughs> そうです結構言われるんですよね。あのこの前のライジンの時も花咲さんとか レナさんになんかアドバイスとかたくさんもらってるんですかとか練習してるんですかとか言われたんですけど正直そんなに ACC に行ってるのも週1回週2回なのでその時にやっぱおられなかったら練習もしてないですし <laughs> はいなんでそうですね練習が一緒の時はあの教えてもらったりするんですけど特別そんな教えてもらうことはないですねはい。<laughs> はい、もう今まで萌えり選手多分全部の一本はアンバーじゃないですかそうですねはいそう<ん>今選手の一番強いポイントはアンバーじゃないですかそうです,うですあ誰ですか私ですかそう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 もとそう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 でうそうすあそう、えーね、そう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 もと あの最初の方の試合で1本取ってたんですけど、アームロックも抑え込みにつなげる技であって、それで決めたこともなかったですし、なんで最初はアームロックができるようになって、で、今、徐々に十字ができるようになったっていうイメージです。もともとは全くできなかったです。そうですか、えっと多分前にお島さんの柔道の高校は多分強いね技があると言ったじゃないですかそうです、そうです。 寝技が強いですけど、関節技というよりかは返す、返し技ですね。はい、あそうですか、えー、そして、もう前にちょっと話したけど、ねえー、須田選手の試合は、えー、どうなると思いますかそうですね、うーん、まあ、分からないんですけど、でも、なんだろう、怖いものないと思うので、相手は。 はい、思いっきりやってくると思うんですよね自分の力を試しに。なんでやっぱり打撃も来るしね技も自信持ってくるんではないのではないかなとは思いますね。はい、<laughs> いやでもなんか去年1年間、あのー、4試合かな全勝させてもらったんですけどやっぱりその周りの変化だったりやっぱりそれで周りの変化がすごくて。 自分自身すごい悩むことも多くて正直なんか負けたのはすごく悔しかったんですけどなんかすっきりしたっていうかなんかこう重たい荷物がな,んかなくなったっていうかやっぱり周りからすごい評価されてたのでまあそれは嬉しかったんですけどなんかまあ自分の実力が出ちゃってあの周りもそうですねなんか。 なんか大島選手の力はこんな感じなんだみたいな感じのことをまあ本当の実家力を分かってもらえたんでなんか私的にはやっぱりすっきりしてだからこそやっぱりもう背負ってるものはないと思って思いっきり次できるんじゃないかなとも思いますね。はい <laughs> 勝った分、やっぱりなんか苦しいこともたくさんありました。そして、この試合の後で、押、えっと、島さんの未来なら、今年の目標は何ですかもう一回、ライジンに出たいと思いますかそうですね、ライジンには調整したいんですけど、やっぱり49キロになってしまうと、この前の姫選手みたいに。 あの秘密選手とのと時みたいな試合になってしまうので、やっぱり自分の技術の向上をしなきゃいけないと思うので、大事には出たいんですけど、まず、まあ、ベルトを防衛して、改めてやっぱり二冠王っていうのをしっかり証明してからあの出れるあの、呼んでもらえるようにしたいですね。ののファンの質問は えっとシ、はい、島選手は今、次の試合四49キロ。<っ>でも、前に48キロもやった。あ、次の試合四48キロじゃない ?47.6 キロです。あそうですね。前に49キロ。<っ>前の試合は44キロ。はいろいろな外,外国のファンは、えっとシ島選手は何キロで一番強いと思いますか自分で。やっぱり、47.6キロも、 減量がないのであのやっぱり44の自分がやっぱりしっかり減量、まあ、5キロぐらい減量して試合に出るので一番ベストなのかなとは思いますね4 4キロだったら次の相手誰がいいと思いますか村上彩とかあ村上さんがやりたいって言ってくださってるので私も あの四十四でできるのであれば、したいですし。またあの防衛戦が、防衛戦じゃない、あの統一戦。あのアムザロケット。ああ、はいはいはい、アムザロケット。はい、はい。はい、あの、私が今ディープのベルトを持ってて。うん、ちょっとややこしいんですディープジェールスの、あ、あのミクロ級のベルト、アムザロケット選手が持ってるので。多分今年中に統一戦があるのではないかなとは思ってますね。はい。えっと。 他のファンの質問は、今、オシマ選手は、ライジンで試合出て、出てことあると、ディープジュールズも出てことある何が違いますかディープジュールズとライジンそうですね。まあ、一番は階級なんですけど、うん一番違うのは、やっぱりルール。あのやっぱり私の、<ん>多分ライジンの時の印象的なのは、やっぱり蹴り上げだったり。 <laughs> <laughs> あの、蹴り上げもルールがやっぱり全然ジェイリスであなので違いますし、やっぱり試合するときはなんだろういつも以上に緊張しますね、あの会場で試合するのは。うん、えっと、そう、最後に、えっと、お姫さん、次の試合の前にファンたちとかみんなにコメントとかメッセージがありますかそうですね。 やっぱり、あのーまあ、二冠王でありながらやっぱり弱いわたあのチャンピオンを見せてしまったことがすごく申し訳ないんですけどこれからもやっぱり体の小さい私が大きい人にあの勝ちに行く姿をやっぱり皆さんに見てもらって何か感じてもらえたらと思うのでやっぱりこれから49キロで戦っていけばあの負けることも たくさんあると思うんですけど、それでも諦めずにあのー、勝ちに行くので、ぜひあの次の試合も相手少しちょっと大きいんですけど、あのー、ぜひあのー、立ち向かう姿を見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。今日はインタビューしてありがとうございます。ありがとうございました。